ケジャリングさん、あ、聞きたいと思います。今日はですね、スコーチドアースに新恐竜が追加されるんですが、それのどの恐竜にするかっていうのを決める恐竜選挙をやってるんですね。で、そこで現在暫定ながら1位で、まあ、結構投票数を伸ばしている恐竜がおりますので、その新恐竜候補、めちゃくちゃ面白い能力持ってるので、みんなとその恐竜について見ていきたいと思います。ということで、本日の目的は5つ目、新恐竜選挙について、2つ目、ジャイアントモア、そして最後に所感やっていきたいと思います。で、まず1つ目なんですが、新恐竜選挙というところで、今日ね、紹介する恐竜っていうのはもう確実に決まった新恐竜っていうわけではなくて、新恐竜候補という形になります。なので、まあ、一応ですね、出る可能性もあるんだけれども、新恐竜の候補という形で、まあ、もしこのまま選挙で勝ったら、スコーチドアースに新しい恐竜として実装されますよというような形になってます。で、一応直近だとリニオグナタとかカルカルドントサウルスで、ちょっと戻るとあのフィヨルドのですね、デスモダスとかロスアイランドのディノピテクスあたりが恐竜選挙で選ばれた恐竜という形で、この選挙に関してはよくアークやってるんだけど、運営が決めるんじゃなくて、ユーザーから恐竜を募集して提案してもらって、その恐竜たちをユーザーが投票で決めるっていう感じ、ユーザーの提案から投票まで決めるっていう形で恐竜選挙やってるので、今回も同じような形で、対象マップは今いるこのスコーチドアースっていうところなので、スコーチドアースに適した恐竜をみんなね、あの投票してね、提案してねという形で行われております。で、ポイントが1個だけあって、これ、現在遊んでいるアークサバイバルエボルブド旧アーク1 ASE じゃなくて新アーク1ですね、2023年8月末に発売予定のアークサバイバルアセンデッドの予定になっておりますので、新しい新アーク1でのスコーチドアース新恐竜の予定の話という形になっております。この点だけこっちへ行けなさいって感じというところなので、早速なんですが、本日、新しく紹介していく恐竜、こちらになっております。ジャイアントモアでございます。で、別名がディノーニスという名前らしいです。なので、ディノーニスって調べると多分ウィキペディアが出るっぽいですね。で、ですね、この鳥なんですけど、結構面白くて、かなりスコーチドアースに最適化されたような恐竜として提案されてます。で、まずですね、ざっくりとしたあの概要説明みたいな文章があるので、それを見てみたいと思うんだけど、鳥としては大きいんですが、プラットフォーム生物としてはかなり小さいです。なので、まあ、パラケとかと比べると小さいんだけど、鳥としては大きいって感じなので、まあ、テラーバードとかより全然大きいんだけど、パラケよりはそんなね、サイズ的にはちょっと小ぶりになるかなというようなイメージだよね。で、さらに一応鳥なんだけど、まあ、ダチョウみたいな感じで飛ぶことはできないらしいです。なんですが、まあ、今乗ってるこのガリミムスみたいな感じで、驚異的な速度とスタミナで失われた時間を補っているというような形で書いてありますので、飛びはしないんだけど、まあ、テラバタイプだよね。足は速くて地上タイプなんだけど、まあ、結構そこにプラットフォーム要素が追加されたりして、結構ね、陸上の、まあ、なんていうんですかね、鳥として結構面白くですね、設定されているというような形ですね。で、ポイントとしては砂嵐の影響を受けないんですね。これスコーチダースやったことある人ならわかると思うんだけど、ランダムで天候が変化してですね、砂嵐、磁気嵐でスーパーヒートっていうのがあるんだけど、スコーチダースには。で、その天候に左右されて、砂嵐に関してはスタミナが一生減っていって回復しないっていうような状況になります。で、一応恐竜とかは降りることによってスタミナ回復させることができるんだけど、基本的にサバイバーはずっとスタミナが減っていて、乗ってる恐竜もスタミナ回復しなくて減っていくというような形になって、めちゃくちゃ視界が悪いっていう形になるんで、非常にですね、やばいんですよ。で、その砂嵐の影響を受けないので、めちゃくちゃ強いっていう感じで、乗っているサバイバーとかも嵐や悪天候の影響を受けないという形なので、非常にですね、悪天候に見舞われるスコーチダースには最適な設定になってるっていうところだよね。で、実際ですね、砂嵐の間にテイムをするというようなギミックとかもあるので、スコーチダースの、まあ、やっぱり印象がちょっと悪いですね。やっぱり人口が少ない原因となっているここら辺の、まあ、磁気嵐とか砂嵐とか悪天候っていうのを逆にこの生物は、まあ、ギミックとして使えるので面白いよっていう形で、新しい目的も、まあ、今までみんながね嫌っていた悪天候も、まあ、いい感じの役割というか目的を与えられるよっていう感じで、まあ、ここら辺はね後から詳しく説明していくんだけど、まずは概要という形で続けていきます。でですね、卵の上になんとこいつ座って孵化させる能力っていうのがあるので、これ要するに、まあ、エアコンとかで、最近だとジェネシス2で新しく出た卵孵化器、あれの役割
が使えるというか、あの果たしてくれるというところなので、卵孵化器っていう形の、まあ、大きな役割があるっぽいですね。エッグインキュベーターという形で書いてあったので、まあ、やっぱりですね、そういった部分で、まあ、あの使えるというような感じですね。まあ、結構鳥とかがさ、あの、まあ、羽毛マックスでさ、なんていうのかな、あのその卵の上に座って温めるみたいなのがあると思うんだけど、まあ、そんな感じで、あの同じようにこいつはね、いろんな卵を孵化することができるというような形になっておりますね。まあ、ただね、マグマとかギガとかの卵でかいから、まあ、そこまでできるのかはちょっとわからないけど、まあ、一応エッグインキュベーター、卵孵化器と同じ能力があるというような形で書いてありますね。でさらに言うと、あのプラットフォームに関しては、あの精錬炉とかベッドとか、まあ、一応必要最低限のレベルであれば置けるっていう感じなので、まあ、多分あのでっかいね、家具とかは置けないけどっていう感じの、まあ、イメージかなという形になっております。で丸型のプラットフォームサドルなので、まあ、ツリープラットフォームみたいな感じの、まあ、丸い感じの形態になるんじゃないかなというようなことですね。っていうところを踏まえまして、深掘りという形で野生状態、テイム方法でテイム後の能力という形で、今回のジャイアントモアっていうのを深掘りしていきたいと思います。でまずね、野生の状態から見ていきたいと思います。で野生に関しては基本的に中立なんで、まあ、メガテルみたいな感じかな。メガテルとか近づいたり、あの近くで飛び跳ねても特にさ、あの無視されるんだけど、殴ったらまあ殴り返されるみたいな感じなので、攻撃したら攻撃されるっていう感じですね。で、まあ、あの鳥だからといって甘く見ると結構強いらしいです。なのでツッツキとか、あとはあの蹴る攻撃もあるみたいで、まあ、ツッツキみたいなのは普通の攻撃なんだけど、蹴る攻撃はノックバックが強いみたいなんで、そこら辺ですね、結構気をつけないといけないよって感じ、攻撃するときは。でさらに言うとですね、あのこいつらに関しては砂嵐の中も結構ね、あの問題なく行動できるっぽいので、ワンチャン砂嵐とかで喧嘩打ったらマジで怒られる可能性あるらしいです。相手は砂嵐の影響を受けないんでね、っていうところなので、まあ、結構ですね、まあ、なんていうかな、こういう草食系の鳥系って弱いようなイメージとかですね、あんまり強くないね、捕食される系のイメージがあるんだけど、意外に強いっぽくて、まあ、普通のあのツツキ攻撃に関してもまあまあの威力があるよっていう話なので、まあ、なんかね、説明文でですね、まあ、なんていうんですかね、雰囲気を伝える、まあ、文章として、弱いと誤解されるべきではありません。私はこれらのものが敵の恐竜の頭蓋骨を広い鋭いくちばしで粉砕するのを目撃しましたみたいなことが書いてあるので、まあそんなにね、弱いっていうわけではないですし、普通に、まあ、そこそこ最低限の戦闘能力があるっていうところなので、まあ、野生は中立で砂嵐でも普通に動けて、まあまあの火力を持っているというところなので、まあある程度の戦闘能力を持った鳥っていう感じになってるかなというところだよね。っていうところで、ですね、テイム方法について次はですね、行っていきたいと思います。で結構テイム方法ね、特殊です。で俺的には面白かった。でさっきもね、概要で説明した通り、砂嵐を使ってテイムするんだよね。砂嵐というですね、みんなが嫌うような天候の変化、悪天候っていうところを逆に目的に変えちゃおうぜっていうような指針になってます。でどういう感じかというと、まず大人のモアはテイム不可能です。でどういう風にテイムするかというと、子供を譲り受けるみたいな感じになります。でですね、モアのスポーンっていうのはさっきも言った通り、オスメスペアで生まれるんですね、スポーンは。なので、あの大人のモアがオスメス生まれる状態っていうのが基本的な形で、砂嵐直前になんかパニクって産卵するらしいんだよね。でその産卵した卵を OSD みたいな形で守るっていうところで、その産卵した卵はめちゃくちゃ脆くてやばいから、壊れやすいから持ち運びができないらしいんだよね。なので、まあ、あの昔のですね、実装されたばっかりの虫の卵みたいな感じで、そこに産んじゃったらもうそこ動かせないって感じなので、その場で守りきるしかないって感じなんだよね。で、やろうとしたら、テイムしようとしたら、なんか OSD みたいなのが始まって、で、オスの、モアのですね、あの頭の上に信頼ゲージですね、カルカルドントサウルスの餌をあげた時に、まあ、溜まるゲージみたいなのが出るらしいです。で、あの卵を産んだ後、オスはどうするかというと、卵の上に乗っかって、てか、まあ、座って卵孵化器の状態に入るらしいです。なので卵を守るようにオスが座って、でその卵の上に乗ってるオスっていう、この2つのセットを守らないといけないらしいです。っていうところなので、
卵とオスを守りつつ、でチタノボアが襲ってくるらしいんだよね。チタノボアがなんかまあギミックとして襲ってくるから、チタノボアが卵を狙ってくるのでどんどん倒していって、で孵化するまでそれで守りきると、で信頼ゲージを上げるという形になりますね。でチタノボアを倒したりすると信頼ゲージが溜まっていって、で卵から子供が生まれるというところまで行くのがまず第一段階らしいです。でその後信頼ゲージですね、オスの頭の上に出る予定の信頼ゲージをマックスにすることによって、その一族が自分を追尾するような形になります。まあ、要するに卵から生まれた子供と、あとは元からいたオスとメス、お父さんとお母さんの個体がついてくる形になります。でこれはテーム状態じゃなくて、まあなんていうかな、カルカルドントサウルスとか、あとはですねアマルガサウルスの一時的に仲間になる形、あれに似ているというようなところで、ああいうような形で砂嵐の中で守って、信頼ゲージがマックスだとそういう風なフォロー状態になりますっていう形で、その後テイムをするっていうのが前段階がこれで整うので、あとは卵から生まれますので、子供がその生まれた恐竜を青年期なのかな、ある程度ちょっと大きくなるまで育てると、自分がその子供をもらえるような選択肢が、できるらしいんだよね。まあオファーを出せるのかどうか分かんないんだけど、その、子供のモアをゲットするような形に持っていけるらしいんですよ。ここら辺がですね、まあまあですね、新しいギミックというか長いところになるんだけど、砂嵐っていうのが来たら、このモアをねテイムするまでこういった形がやってくるという感じになってます。結構面白いよね。でさらになんだけど、子供の餌はね種です。種しか食べません。で大人になるとベリーも食うらしい。なので種しか食わないので、そこだけは注意してねみたいな感じですね。っていう形で、まあ、とりあえずちょっとややこしいんで、一回ねまとめると、まずオスメスのセットのモアを見つけます。で砂嵐を待ちます。で砂嵐になったら、その砂嵐に驚いてメスが卵を産みます。でその卵を見てオスが自動的に温めに行きます。卵の上に座るって感じだね。でそれでOSD のような防衛戦が始まります。で防衛戦が始まったら、まあ、チタノボアっていうヘビがいるんだけど、ヘビって卵が好きだから、その卵を狙って、モアの卵を狙って襲ってきます、砂嵐の中ね。でそれを守り続けます。で完了条件としては2つあって、まず卵が生まれるまで守りきるっていうのと、それとともに父親の頭の上に出る信頼ゲージっていうのをマックスまで上げます。で生まれて信頼ゲージがマックスになったら、その3匹両親と子供が自分を追尾するような形になって、で種を赤ちゃんにあげつつ、ちゃんと餌をあげて、で赤ちゃんが一定の大きさに育ったら、その赤ちゃんをもらい受けるオファーをすることができるというような形になってます。長いね。でもまあ砂嵐っていうね、かなりまあ良くないギミックっていうか、負のね要素しかないギミックが新しい目的になるので、スコッチダースはさ、フェニックスがさ、やっぱりスーパーヒートで捕まえれるっていうところなので、スーパーヒートうざいけど、まあ、スーパーヒートを求めてるみたいな、フェニックスのためにっていうのがあるので、まあ、そこら辺で、まあ、フェニックスみたいな感じで、まあ、一つのなんていうかな、ランダムの悪い天候が目的として、まあ、使えるようになるよねというような、まあ、テーマ方法になってますって感じ。これめちゃくちゃ面白いよね。俺は結構ね面白いなというふうに思いましたね。っていう感じで、テームスどうなるかというと、テーム5に関してはそのオスが使っていた卵を温めるエッグインキュベーター、そう卵孵化機の能力使えるようになるんですね。これマジでいいよね。マジで便利。やっぱりスコーチドアースって基本的には初期のマップなので、いろんな新しいエングラムがない分、このエッグインキュベーターをスコーチでも使える、転送なしで使えるっていうのは非常に大きいんじゃないのかなというふうに僕はね思ったりしますね。でさらにやっぱり戦闘能力はまあまああるらしい。くちばしの攻撃とかもまあまあ重いし、蹴りに関しては、まあ、カンガルーほどではないかもしれないけど、ノックバック性能が高いというところなので、非常にですねいい感じらしいです。であとはくちばしでつかみ攻撃というか、まあ、アルゲンのくちばしと一緒だと思う。アルゲンもさ、小型の生物とかだったらさ、くちばしでつかむことができるじゃん、足以外にも。っていうところで、そのアルゲンのくちばしつかみみたいなのが使えるっていうところで、ここら辺もめっちゃ便利だよね。でさらに座って卵を孵化させるっていう、卵孵化機の能力を使うっていう時はスタミナも高速回復するので、何でもないところでしゃがむことで、まあ、別に卵孵化機を使わなくてもいいんだけど、スタミナを高速で回復できるみたいなっていう特性もあるらしい。
でさらになんだけど、ジャンプに関しては、まあ、飛べない鳥だからあれなんだけど、テラバよりかはそんなに、受けないけど、テラバみたいな感じで、まあ、パラシュートみたいな感じで落下を遅くすることができるっていう感じですね。で、もう一個面白い能力はやっぱ卵が結構ねメインのテーマになってくるので、卵の重量8割減っていうのがあるので、結構これも面白いよね。でさらにやっぱり砂嵐耐性がマジで強いと思う。俺実際にね今生放送でスコーチダー戦をやってるからね、この動画を撮ってるタイミングで、なのでそこら辺もいい感じかなというところで、もう一個ねめちゃくちゃ強いのがあったんだけど、なんと騎乗者は、まあ、テントみたいな状態で悪天候の、バッドステータスを防ぐっていうのがあったので、これかなり強いんじゃないのかなというふうに思います。砂嵐になったらモアに乗って移動するみたいな感じ、砂嵐の悪天候の影響を受けないから。でさらに騎乗者も守ってくれるらしいので、まあ、あの砂嵐がめちゃくちゃさ、なんかさ見えなかったりするから、すごいだるいので、そこら辺とかも防いでくれるのかもしれないね。あとは磁気嵐だとクライポット使えないとかも、もしかしたら騎乗打ちができるのであればクライポットも磁気嵐で使えたりもするのかなと思ったりもしますね。で、ですね、最後に地味にめちゃくちゃ便利な能力があって、こいつのさ、あの子供の頃の食事って種っていう話をしたと思うんだけど、なんと種をピンポイントで採取できるっていうのがあるので、序盤とかめちゃくちゃ役に立つと思う。この種っていうのを探すのめんどくさいからね、なかなかさ種取れねえわっていうタイミングとか結構あると思うんだけど、俺もさ何回もあってさ、ちょうど種欲しくて植えたいのに取れないっていうタイミングめっちゃあったから、そこら辺とかを解消してくれるっていういい感じの、まあね、あの要素にもなってくるんじゃないのかなというふうに思ったりもしますね。っていう感じで、モアどうでしょうか。めちゃくちゃさ今までにないようなところで面白いんじゃないのかなというふうに僕は思ったりしますね。今までとやっぱりかなりそのね、あんまり被らない、要素が被らない、しかもなんと砂嵐というね、あのスコチの最悪なあの天候っていう悪い天候を、まあ、目的に変えてくれるので、結構俺はねこれを見てめっちゃおもろいやんと思いましたので、まあ、みんながね投票して、まあ、暫定ながらも恐竜選挙の1次ラウンドで1位になってるっていうのは、まあ、やっぱり伊達じゃないなという風な形に思ったりしましたね。かなり面白い恐竜に、まあ、なってきてるんじゃないのかなという風なのがこのモアっていうところですね。というところでそれを踏まえまして、この情報のまとめであったり所感っていうところをやっていきたいと思います。で今回のこの恐竜総選挙に関しては、正直ね、あの最後の第2ラウンドまで、最終ラウンドまでね分かんないから、このモアが実装されるかどうかは分かんないんだけど、それでもねなかなか人気を博していて現状ではね。で俺が個人的に思う感想っていうのを、めちゃくちゃ面白い生物恐竜だと思いますね。やっぱり砂嵐をね防いでくれて、そこら辺のバッドステータスを解除してくれるっていうのはめっちゃいいし、でこの選択肢が増えるっていうのがいいと思うんだよね。まあ、例えばその砂嵐とかがない状態だと Y バンで移動してて、砂嵐来てうわだるいわってなったら、そしたらモアで行こうかみたいな感じになるから、そういったところで、まあ、使い分けができて選択肢の幅が広がって、いろんな恐竜が使えるっていうような形なのはいいんじゃないのかなというふうに思いましたね。単純に、まあ、そのなんていうかな、あの砂嵐とか悪天候でバッドステータスを消すみたいな最強すぎるような形をしたら、まあ、Y バーンの日頃の出番がなくなっちゃうのでっていうところになるので、そういった形で住み分けもきっちりできてるのが俺めちゃくちゃいい感じだと思ったし、あとはテームはまあちょっと長いと思うんだけど、長くなると思うんだけど、アマルガとかさカルカルみたいになんだけど、それでも面白いと思ってしまった。はい、なのでやっぱ砂嵐とかマジただただだるいだけだったので、そこら辺に目的っていうのが与えられると非常にいいんじゃないのかなというふうにね思ったりするので、まあ新しい能力とかテーマ方法を、まあこんな感じでアンリアルエンジン5の新しいアークワの衛星で、まあ綺麗な世界で見れるとしたら、めちゃめちゃ面白いなというふうに思うので、僕はね結構ねこの恐竜でも全然ありなんじゃないのかなというふうに思いましたね。まあ正直ちょっとカブトムシも欲しいところではありますが、はい、バスティオンカブトムシね、まあ一応今バスティオンカブトムシは3位とかかな。で、ラプトルの大きいようなやつが2位っていう形になってますね。で1位が今紹介したですねモアになっているので、結構ですね1週間ちょっと経って、まあ、結構落ち着いてきたんだけど、モアがですねかなり票をね集めているというような形になっているのが現状っていうところで、僕はねこの紹介文を見てめちゃくちゃワクワクしてしまいました。はい皆さんはいかが感じてますでしょうか。このモア
かなり俺的にはやっぱりね楽しいなと思ったので、正直ね今日の動画はまあ、選挙が始まって1週間経ったので、まあ、選挙のね上位10匹を紹介しようかと思ったんですが、あまりにもモアが面白そうだったのでモアだけにフューチャーしちゃいました。はい、っていうぐらいちょっとね俺一瞬モアに夢中になったからっていう。ぜひねみんなもねモアについていろいろねこう思うよとかどういう風な感想かとかねコメントで教えていただければ嬉しいなという風に思っております。で今ね現在絶賛ね恐竜選挙をやってまして、 ASA という新しいアークワンのスコーチドアースに関しては ASA が出るタイミングで一緒に DLC のマップとして付属してくるので、アベレーション以降はねまた別のタイミングで来るんですけど、スコーチドアースだけは最初のタイミングで来るので、このモアも ASA 最初のタイミングで実装される新恐竜っていう形にもしかしたら勝ったらなるかもしれないので、まあぜひね注目していただければと思います。で選挙に関しては一応ですね毎回同じ形をおそらく取っていて、一次選挙二次選挙っていう形で、まあ二次選挙が最終的に決める決勝ラウンドになるんだけど、最初自由提案自由投票みたいな形の今の状況が続いて、で一定のタイミングで締められて、でその後上位10種類を抽出して最後の選挙決選投票をします。でその決選投票で勝った生物が1位となって、で恐竜実装決定という形になりますので、今回も同じような形になりますので、まあ多分ねまあおそらく決勝ラウンドにモアをね進むのは確実だと思うので、決勝ラウンドまたねどんな感じになるか、まあ、見ていきたいと思いますので、一応決勝ラウンド の、まあ、前までにはトップ10の、ね、生物紹介っていうのをですねやっていきたいなというふうに思いますので、スコーチダーツフェニックスとハロウィン期間のドードワイワンだけのマップだったんですが、新しいね楽しい要素が増えるということなので、今回ちょっとね注目してみてみたいなというふうに思っております。で本日はですねこのような形でアークニュースをやってまいりましたが、結構ね解説動画とかもテーマ動画とかもね解説している動画たくさんありますので、そういった情報系の動画ね新しい動画楽しみにしていただいたり、過去のね動画見ていただいたりね楽しんでいただいたりってしていただければ幸いです。でさらにですねこういった情報系の動画の他にもですね結構生放送もですね長年やってって、で2年くらい参加型はやってるんだよね。で今は生放送参加型がメインになってて、参加勢と一緒に攻略するとかいう風なのをやってます。いろんな縛りプレイしたり、今スコーチダースが佳境になってて、次はねボルケーノっていうですね、まあスチーム限定ではあるんだけどモッドマップをですねみんなと一緒に楽しもうかなという風になってますので、そういったね参加勢大体25人ぐらいいるので、そのねみんなと一緒に遊ぶというところをですね攻略していくっていうのもですね一緒に見ていただけると嬉しいなという風に思ってますね。で生放送はですね毎週火木土日の21時夜9時からやってるので、ぜひ見ていただければと思います。まあ、一緒にねなんかわちゃわちゃしてもらったり、まあなんかねチャット欄で、まあ、ツッコミ入れてみたりボケてみたりとか全然大丈夫なんで、チャットはできるだけ拾うようにしてるんでね、まあ一緒にねわちゃわちゃアークをねまあ普通にただ見てもらうっていうのも全然大丈夫なので、そういう感じでまあ一緒にね楽しい時間を過ごしてもらうと嬉しいかなというふうに思いますので、ぜひ本日もチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はいっていう感じで本日はこんなにしておきたいと思います。めちゃくちゃ面白そうだよね、卵孵化器の能力ついたなんか飛べない鳥、なんかテラバのでかい版、しかもプラホが作れるっていう感じで、モアもまあなんか面白い候補の一つとして、でカブトムシもどうなるか分かんないので、ちょっとね選挙の行方また見守ってみたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。